日本武道館は、東京都千代田区北の丸公園2の3にある武道館。日本伝統の武道を普及奨励し、新進連磨の大道場としての役割を担うことを設立趣旨とする。日本武道協議会加盟。武道以外の屋内競技場、多目的ホールとしても利用される。管理運営者は、公益財団法人日本武道館。単に、武道館といえば、一般的に当館のことを指す。 1964年東京オリンピックの柔道、競技会場として建設され、同年10月3日に開館した。設計は山田守、思考は竹中工務店、総工費は当時の金額で18億円である。法隆寺梅殿をモデルにした八角形の衣装である。大屋根の両線は富士山をイメージしている。日本の武道の稽古場、競技場として使用されている。また、ダンス、 マーチングバンドバトントアリングの競技会に使われるほか、民放キー局が主催、放送していた、年末のショートリレースと称される、音楽祭コンサートや格闘技の工業会場、大学や企業などの大規模な入学式、卒業式、株主総会の会場として、幅広く使用される。設立された頃は、日本武道の聖地的な意味合いが現在以上に強かったため、 1966年にビートルズのコンサートが行われた際には、時の武道館館長であった、勝力松太郎や政治評論家の細川隆源をはじめ、日本の武道文化を冒涜するなどとして、ことを唱える者も,も多かった。コンサートが勝力の読売新聞主催で行われることになると、勝力は以後前日の論を口にすることはなくなり、 ビートルズのコンサートが実現して、以後は日本における音楽の聖地としても知られるようになり、多くのミュージシャンにとっての憧れの舞台になっている。また、チープトリックのライブアルバム、チープトリックアット武道館の成功をきっかけに、世界的にもロックコンサートの代名詞的存在として、その名が知られている。文部科学省からの補助金等は、2010年度の場合、4 2 4 7000円が、 交付されている。日本武道館のあたりは、もともと、大田道館が江戸城を築城した際に、関東の守護神でもあった築土神社が先座したところで、後、徳川家康が入府した際に、関東大館であった内藤清成らの屋敷となったため、大館長と呼ばれていた。その後、徳川忠長や徳川綱茂らの屋敷を経て、江戸時代中期以降は、徳川氏の御三教であった。 田安徳川家が屋敷を構えたが、明治維新後取り壊され、この絵師団の兵営地となった。1961年6月、柔道が1964年東京オリンピックの正式種目に決定すると、柔道愛好者の国会議員は、国会議員柔道連盟を結成した。日本テレビの野外スタジオで開かれた、発足祝賀会の席上で、 同連盟会長に就任した衆議院議員、勝利木松太郎は、世界に誇る武道の大伝道を、東京の中央に建設して、指導の発展普及を図りたいと表明。同年6月30日、武道会館建設議員連盟を結成した。この構想は、衆議院議長、清瀬一郎、参議院議長、松野鶴平、内閣総理大臣、池田隼人、 日本社会党委員長、川上上太郎、民社党委員長、西尾末広、日本共産党議長野坂33をはじめとする、超党派の議員525名の署名が集まった。1962年1月31日、文部大臣の認可を得て、財団法人日本武道館が発足。建設地は2点3点した後北の丸に決定し、 1964年9月15日に日本武道館が落成した。同年10月3日、昭和天皇、皇順皇后を迎え開館式を行った。勝利木松太郎、川島正二郎、赤木文典、松前、重吉江崎増美坂本三十字、塩川松三十郎、松永光光光村正彦全日本、剣道選手権大会例年以下のような行事が開催されている。 また武道館では、毎月1回全県連主祭の剣道、合同芸古会を大道場で行っている。館内の日照期演劇、演芸、舞踊、音楽などの公演については、日本武道館における公演を、三省武道館で、プロボクシングの試合が初めて行われたのは1965年11月30日の、世界バンタム級選手権試合、ファイティング、原田太雅など金銭である。 原田はチャンピオンとしての5回の防衛戦のうち4回を武道館で開催している。また1966年3月1日には高山勝義とオラシオ赤羽両との間で行われた WBAWBC 世界フライ級王座決定戦も武道館であった。さらにモハメドアリがマック・フォスターを相手にノンタイトル10回戦を行ったのも1972年4月1日の 武道館である。1973年9月1日、WBA、WBC 世界ヘビー級王者、ジョージ・フォアマンが、ジョー・キング・ローマンを相手に、武道館で、初防衛戦を行い、一ラウンド庫で勝利した。これが、日本における初の世界ヘビー級選手権試合であった。また、WBA、WBC 世界ヘビー級選手権試合と、同日には、 WBC 世界ジュニアライト級選手権試合対、柏場森とも開催されており、日本で初めての複数世界選手権試合開催工業でもあった。その後も数々の世界選手権試合が武道館で開催されており、プロボクシングの聖地の一つともされている。武道館で初めて王座についた選手として、アレクサンデル・ムニョス、長谷川穂積、清水敏信らがいる。ただし、 昨今では、工業の開催が著しく減っており、現在のところ、2011年8月31日の、WBA 世界バンタム級、亀田ダ後期 VS、ダビド・デラモラ、WBA 世界、スーパーフライ級、ウーゴカサレス VS、清水俊信のダブル世界戦が、最後の開催となっている。ちなみに、日本の歴史上初めて、プロボクシング工業が開催された会場は、 武道館に隣接した靖国神社スモ場バであった。武道館へのプロレス工業の初進出はオープン2年後、1966年12月3日に行われた日本プロレスの大会でメインイベントはジャイアントババ VS フリッツ・フォン・エリックのインターナショナルヘビー級選手権試合であった。それ以降、力道山13回期追前特別王試合、アントニオ・イノキ VS ウィレムルスカ、 モハメド・アリの石角格闘技戦、プロレス夢のオールスター戦など数々のビッグイベントが開催された。1970年代後半は新日本プロレス、1980年代中期以降は全日本プロレスがビッグマッチ用の会場として使用した。中でも1990年代の4、天皇プロレス前世紀の全日本は年間7試合ほど武道館大会を打っていたが、 そのほとんどが満員札止めになるほどの驚異的な集客力を誇った。新日本は2018.19年の G1、クライマックス優勝戦などの3連戦が開催されたこともある。女子プロレスもたびたび武道館で興行を行っていた。ビューティペア前世時代、ジャッキー佐藤と牧上田の最初の BP 対決、ジャッキー佐藤と池下由美の全悪ライバル対決。 敗者引退ルールで行われた、最後の b p 対決が行われ、いずれも超満員であった。その後、クラッシュギャルズのブームの時は、ジャガー・横田とライオネス・アスカの和は選手権、デビル・マサミと、長与千草のオール・パシフィック選手権が同所で行われ、これまた超満員であった。さらに団体対抗戦時代にも、アジャコングとダイナマイト関西の和は選手権をメインに、据えた、オールスター戦が行われ、 やはり超満員となった。1999年のジャイアント馬場の葬儀にも武道館が使用されている。2000年代に入ると全日本プロレスから独立したプロレスリングノアが定期的に興行を行い、2002年2月には怪我、2007年12月には病気により長期欠場していた小橋健太の復帰戦が行われた。2011年には 東日本大震災チャリティー工業、オールトゥギャザーが開催された。2012年には DDT プロレスリングの武道館大会、武道館、ピーターパンが開催された。2013年には小橋県大院大工業が開催された。東京ドームのオープン以降は、オールスター選球のビッグイベントはそちらに移ったが、今なお、日本のプロレス界にとっては特別視される主要な大会場である。 また、日本のみならず、アメリカのプロレス界にとっても、武道館は国技である相撲を行う、両国国技館以上に、日本の神聖な会場として認識されており、世界最大のプロレス団体、WWE の日本公演にも使用された、実績がある。また、国技館が、スモホール、スモアリーナと呼ばれるのに対し、武道館はそのままの、日本武道館や、武道館アリーナと呼ばれる。 キックボクシングも、その前世紀には、武道館で興行を開催した実績がある。1969年6月28日に、行われた、東洋チャンピオンカーニバルの会場に使用され、メインイベントでは、沢村氏が、東洋ライト級王座初防衛を成功させた。K1 も、1994年に、旗揚げ二度目となる興行を、武道館で開催しており、2004年にも、 K1 ワールド GP 開幕戦で使用した。K1 ワールド MAX においては2002年に初代王者を決めるトーナメント決勝戦を開催しており、2007年から2009年までは主会場として使用している。このために本武道館は K1 においても重要な会場の一つに位置づけられている。総合格闘技ではベールトゥードジャパン95やプライド3の会場となった パンクラスが1994年から2000年までほぼ年1回のペースで使用していた。2010年4月25日には吉田秀彦引退工業アストラも開催された。ちなみに吉田が柔道選手として出場した最後の公式試合も2002年に武道館で開かれた全日本柔道選手権である。有料の工業、イベントに使用する場合において、 例えばプロレス工業の場合は次のような条件があり、これらをすべて満たさなければ会場として当館を使用することができない。プロレスリングノアが旗揚げから1年間会場として使えなかったり、無党体制の全日本プロレスが日本武道館で工業を打たなかったりしたのはこのような制約があったためである。他にも一時期プロレス界で時代の長寿となりながらも武道館大会を ついに開催できなかった団体は、ハッスルなど数多い。詳細は、日本武道館における公演を参照1970年代から1990年代にかけての時期には、日本テレビ音楽祭、日本レコード大賞、FNS 歌謡祭、新宿音楽祭、全日本歌謡音楽祭、日本歌謡大賞といった音楽賞受賞イベントや、世界歌謡祭、東京音楽祭、 日本民謡大賞、日本領下祭といった音楽発表会が当館にて開催されていた。1966年12月、キャラクターのイベントとして第1回ケロ4賞が開催。1969年と1978年には当地でライオンズクラブ国際大会が開催された。近年では超大作洋画のジャパンプレミアの会場として使用されている。 他に春と秋の年2回、実践倫理、広司正会の講演会が開催されている。さらに2014年からナプラ主催のヘアコンテスト、ドリームプラスが開催されている。女性ボーカルグループリトルグリーモンスターが2016年11月にリリースしたシングル曲、始まりの歌のミュージックビデオの一部シーンの撮影が武道館玄関前で行われた。1984年に、 映画、五福星の上映記念として、ジャッキー・チェン、サモ・ハン・キンポーユン・ピョウが来日し、イベントを行った。ゲストは、陣内隆典と、渡辺徹だった。入学式シーズンに桜に囲まれる、日本武道館入学式や、卒業式等で使用。内閣総理大臣経験者の奔走は、日本武道館で行われる場合が少なくない。 月間武道を毎月28日に発行している利用可能路線、東京メトロ東西線、半蔵門線、都営地下鉄新宿線利用可能路線 JR、中央本線、東京メトロ有楽町線、南北線、都営地下鉄大江戸線、ありがとうございます。